はいこんにちはこんばんはマクキタさんです本日12月22日火曜日であります朝ドラおちょやんに、えー、ホッシャンこと、えー、星田秀俊さんが演じる、えー、菅野谷千之助という登場人物が出てきますがこの千之助のモデルとなったのは、えー、どういう方だったんでしょうかということについて触れていきたいと思います 結論から言いますと、曽我の矢十五という方がセノス系のモデルになっております。それではまず、モデルとなった曽我の矢十五の来歴について触れていきます。その後、アドリブ王と言われた十五の芸風について触れ、 最後に松竹神経劇がどのようにしてできたのかっていう構図の方を触れて終わりたいと思いますのでよろしくお願いします。はいえっと、それでは曽我の家十五の来歴について触れていきたいと思います。本名西海文後明治24年出身地は兵庫県神戸市となります。 明治32年当時8歳の文後は神戸立花座で子役として初舞台に臨んだということですそして明治35年大阪に出てきまして39年に曽我野屋十郎に入門。 そこの後喜劇団を転々としますが45年蘇我のや娯楽会座頭となり各地を巡演大正13年長い茶釜と組文福茶釜一座を起こして北九州で人気を博したようです。昭和2年 名前をあの蘇我野や十五と改名します。そして翌年の昭和三年に。二、えー、代目渋谷天外。え、なにわチェコラと。大阪に、えー、松竹家庭劇を結成し、座長となるようです。ちょうど今、あのドラマで。えー、放送されている、えー。時間軸はこの辺りではないかなと思います。 えそしてえ昭和23年、えー、喜劇王の曽我野屋五郎が亡くなったあと、えー、明兆や五郎八らを加えて松竹新喜劇を設立すす。るようです、えー、そして昭和24年道頓堀中田で旗揚げ公演を行います。 それでは「蘇我の家十五」の芸風について触れていきたいと思います。あのこの「蘇我の家十五」というのは「あの東語」とも読めまして蘇我の家十五自体はどちらで読んでもらってもいいみたいな感じであったようですね。はいえー、っとドラマ中ではもうあの喜劇界の、まあ、アードリブ王みたいな形で。 表現描写されていたわけですが実際もそうでありまして「にわか」を土台にした芸風ということで、えー、即興やアドリブっていうものを実際のセリフの上に、まあ、その場その場で、えー、観客とかの反応を見ながらあの付け加えていったというところと、まあ、軽妙にして「遮断」ということで。 おお箱のおばああさん役には定評があったようですただ二代目渋谷天外とはその芸術演劇の方向性の違いから何回も対立することがあるようですですから蘇我奈良十五はあの劇団を入ったり出たりっていうのを繰り返すようですねはい。 一方脚本家としても優秀でありまして愛の子荷物アットンバーサンなど数百本を経験脚本を書いたようですそして昭和49年に逝去されました去年82歳であったようですそれではあのどのようにして松竹新景気が 出来上がってきたかということで少し髪型喜劇界の構図について触れて終わりたいと思います、えー、昔からあるまあ、由,由緒正しいと言いますか歴史のある、えー、曽我の矢、えー、五郎が率いる劇団ですねまあ、これはいろいろ名前は変わるんですけれども最終的には五郎劇になるんですかね そして、まあ、新しくですね。えー、曽我野屋十五、二代目渋谷店街、え、なにわちえこらが、立ち上げる。え、松竹家庭劇という劇団が、まあ、あの途中からで、できてくるということになります。そして、えー、喜劇王である。 曽我弥五郎の死をきっかけにこの2つの劇団を一つにまとめますそれが昭和23年の松竹新喜劇になるわけです。ということで今後まあいろんな登場人物が出てくると思いますがこのことをちょっと頭の片隅に置いとくと分かりやすいかなと思います。 で追加させていただきました。はい、ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。まこきたさんでした。